はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。じゃあ今日もポケモン金銀やっていきましょう。順番変えて先にリグダのホラーナの方から行きたいと思います。でもね、先にあいつをゲットしたいんで、先に行きます。ちょうどね、今、月曜日の午前3時なんでね、早めに行かないと多分夜が明けてしまうんで、早速カビゴン、捕まえる？いらないカビゴン。いや、一応捕まえるわ。一応捕まえます。ポケモンの笛で、戦闘撃つボットにして、捕まえまーす。さあ。カビゴンなんて、いなかった。みんなも、そう、思っててくれ。カビゴンなんてポケモン存在しなかった、ここには。昔からここにはカビゴンなんていなかった。いいね、みんな。みんないいね。カビゴンなんて、ここにはいない。さあ、進んでいきましょう。リグダのホラーナです。ゴールドスプレーをかけます。なんだお前。土の中からリグダがたくさん飛び出してきた。ああ、びっくりしたー。あ、そう。ええー。来ました。こちらっか。インドメタシンゲットしたよ。やっとこっちに来た。ニビジムはまだ挑みません。ニビジム挑むんじゃなくて、僕の目的は、月曜日の夜に、あるところに行くと、あることができるんで、それを目的に来ました。意外切りがないんで、抜けれません。助けてくれー。いやいぎりがねえといけねえだー。金玉いらねえよ、お前の金玉。汚ねえな。それは、おじさんの金の玉、有効に活用してくれ。おじさんの金の玉だからね。汚ねえ。これが、汚ねえよ。じゃあ、イヤイギリ要因使おう。じゃあ、一回カット。イヤイギリだー。イエーイ。え、トレーナーだったのお前。半ズボンで草むらに入ると、草で足を切ったりしない？それ、半ズボンが悪いんだよ。はい、ニビシティに到着。だけど、ニビシティには興味ありません。さあ、こっち行きましょう。どんどん先に進んでいきましょう。よし。何、ライバル。何、久しぶりだな、じゃないんだよ。何、忘れてた。時間がねえんだよ、おい。あと20分ぐらいしかない。あと20分以内にピッピのイベント見ないと。ダメなんだよ。おい、向こう勝負仕掛けてきたじゃねえよ。おい、ニューラで知らねえよ、ニューラとか。待ってくれ、マジで。待ってくれ。イベントが迫ってるんだ。頼む。見逃してくれ。今回だけは見逃してくれ。頼む。ムクホーク。お前はこんなところでも邪魔をするのか、ムクホークよ。ムクホークよ。お前はこんなところでも僕の邪魔をしようっていうのか。やめてくれ。邪魔をしないでくれ。あと20分で終わっちまうんだ、あのイベントが。あのイベントが終わっちまうと、また夜まで待たなきゃいけないんだよ。頼む。早くしないと。今夜じゃないんだ、今朝なんだよ。真っ昼間今。真っ昼間だから、そっか、僕、アリアドス。そうだ、僕、アリアドス。忘れてた。アリアドス持ってきてねえんだ。これ、やべえな。炎のパンチじゃねえし、冷凍パンチだし。冷凍パンチだし。今回、技エフェクトなくてすまないけど。すまないし、ついでに言うと、急いでるからちょっと、お前とはあんま相手してられないんだよ。ムクオクよ。さらーっと倒すわ。もう、お前より今、ピッピのイベントをやり、早くしないとっていう、時間がねえから。43レベル。
そっちの方が大変なんだよ。フーディン。フーディン、マジで？フーディン？フーディン、ゲンガー行きます。もうここから、ここはね、もうフーディンは、思いっきりゲンガーで、上からシャドーボール打って倒します。もう夏目戦の時のようにナメプしないから。もう夏目戦で学んだから。フーディンはシャドーボールで角位置っていうのを学んだから。はい、バイバイ。さよならば。あ、友達できたんだ、お前。あ、今思ったらお前友達できたんだ、フーディンってことは。よかったな、ムクホーク。お前友達できたんだ。おめでとう。友達できたんだね。おめでとう。だけど、僕には勝てないよ。だって今、ピッピーイベントに向けて急いでるから。どれだけ僕がね、急いでる状況のバトルはね、お前との会話もスルーだし、何があっても、ね、お前とは関わらないようにしてるから。友達いるから、ゲンガーにもなったんだ。やったね。ゲンガーになったけど、僕のゲンガーのが強い。おーってね。すまない。ゲンガーで無双してすまない。今急いでるんだ。オーダイル。オーダイルもすまないが、ゲンガーのカムネルパンチの餌食になってくれ。すまないな。ムクホーク。また今度バトルしようぜ、ちゃんと。また今度時間があるときに、ゆっくり、じっくりとバトルしようぜ。じゃあな、ムクホーク。お前は水鉄砲しか覚えてないのか。じゃあな、ムクホーク。お前と、お前に構ってる暇なんてねえんだ。すまねえな。ありがとう。ありがとう、ムクホーク。確かに俺の負けだってね。それは認めるよ。だけどこれで終わりじゃない。いつか最強のポケモントレーナーになってみせる。これからも、こいつらも俺についてきてくれるからな。いいか。いつかお前を倒して、俺の強さを教えてやるからな。はいはい、わかりました。わかりました。どうでもいいんで、あなたの。あなたの会話どうでもいいので、ライバル戦終わり、さらーっとライバル戦を倒、やり、終え、目指すは広場。目指すは広場。違う。なんかめっちゃ簡略化されてる。めっちゃ簡略化されてる。なにこれ。金銀久しぶりだからなんか めっちゃ簡略化されて。ここ来たー。ピピ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 ー。さあ。いわくだっけ誰に思いさせよう。いわくだっけ。ニドリーノでいいや。こいつまたいろいろ技を忘れさせるし。さあ、自ら進化するために、いわくだっけを使うっていうね。己の進化のために、いわくだっけを使う。さあ、壊せ、ニドリーノ。月の石を見つけた。僕はこのために急いでたんだ。向こうくすまなかったな。お前のバトルより僕は月の石が欲しかったんだ。だって見てみろ。あと24分で終わってたんだぜ、このイベント。そら急ぐよ。あと24分で終わってたんだよ。そらイベント急ぐよ。さあ。ニドちゃん。覚醒の時だ。これで僕は最強のパーティーを手に入れる。完成した。僕の最強パーティーが。これでもうね、あとのジム戦なんて楽勝だよ。ニドキング HP130 やばくね？強くね？はあ、つえー、超両刀型じゃん。素晴らしいね。ということで、ここまで来たのはいいですけど、次は、玉虫ジム、挑みたいと思います。カット。ということで、とりあえず、山吹シティまで戻ってきましたと、そして、うちのニドキング、いろいろ技マシーンを覚えさせ、覚醒しました。これです。雷パンチ、炎のパンチ、地震、爆裂パンチと。このためにね、地震を取っておいたんですよ。ニドキング、パイセンに覚えさせるために。そして三色パンチである炎のパンチと雷パンチ。そして、ロマン技、ノーマルタイプに有効弾を持つために、爆裂パンチを覚えさせました。今思ったらね、その格闘タイプの技を持ってなくて、
そのノーマルタイプの耐久高いカビゴンだね、言うて。いずれ戦うであろうあのカビゴンとのバトルに備えて、爆裂パンチを覚えさせましたって感じですかね。あとロマンが、ロマン技って楽しんで。こんな感じで、ニロキングが覚醒しました。どっちかって言ったら血の方が高いから、まあ、三色パンチもありかなって感じで。で、タイプ1の自信と、いった感じになります。これでうちのエースがね、誕生しました。ダブルエース。ニロキングゲンガーのダブルエースだね。ってことで、玉虫ジムですか。クロバチョフで全部倒していきましょうか。じゃあ、玉虫シティに行きましょう。さあ、来ました。玉虫だー、イエーイ、玉虫、玉虫、ゲーセンだ、ゲーセンだーって、ゲーセンは、また今度します。また今度裏でやっときまーす。ってことでもう早速、居合斬りが必要じゃん。にひひ、このチームは女の子ばっかしじゃん。うひひひ、どうだい、どんだどんだ。でね、そんなところ立ってみてないで。頼もう。あれいない。あ、そっか。男子禁制だもんな。そりゃいねえか。行きまーす。エリカお姉ちゃんに教わったポケモンの技見せるでしゅ。はい、ということで、サクサクサクーとエリカちゃんの前まで来ました。早速バトルしていきたいと思いまーす。はーい。良いお天気ですね。すごい、うとうと。眠ってしまいそうだわ。私、玉虫ジムのエリカと申します。まあ、アンジョートからハルバルト。え、試合の申し込みですの？そんな、私、負けませんわよ。って感じで、挑みましょう。エリカお姉様とのバトルです。まあ、言うて、うちのクロバチョフで、空を飛ぶ連打しときゃ、勝てるんで。僕、草統一に僕一回も負けたことないんで、実は。草統一に負けたこと一切ないんでね。うちエリカさんもね、負けることなく、ひたすら空を飛ぶ連打してるだけで勝てると思います。そのギガドレインが僕は欲しいんですよ。うちのウツボットが技貧弱すぎて、それがめちゃくちゃ欲しいんですよ。だからください。翼で打つ攻撃。はい、レベル41。からの、わたっこ。よろしい。わたっこですか。わたっこちゃんも、空を飛ぶで倒します。宿り木の種、やめてください。ドゥン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 、バシュ。角一かな、わたっこだし。オッケー。いやー、クロバチョフ強えー。はい、ウツボットと。今回僕、ウツボットは入れてきてません。居合斬り要因で、謎の草が入ってます。妖怪駅。そんな貧弱の技でいいのかな？空を飛ぶ攻撃。耐えられるかな、さすがに。耐えられちまった。だがしか、日本バレ。まあ、特性があったら、妖力差で2倍になって、S2 倍になって強いと思うんですけど、まあ、この時代、まあ、日本バレしたとしても、まあ、ソーラービームと光合成ぐらいしか恩恵受けないんで、まあ、上からひたすら飛行技連打してれば、勝手に相手が倒れていくっていう感じになっておりますと、揚力素あったら光合成やら、ソーラービーム打てるんだけどね。上からね。ラストは、綺麗花と分かりましたと。あら、かわいい。まあ、空飛びましょう。ソーラービーム当たりませんと。当たったとしても4分の1なんで効きませんと。まあ、綺麗花そんな耐久ないんで、空を飛ぶで各1ですかね。耐えられました。ソーラービーム。まあ、効きませんと。ラストの、翼で打つ攻撃。対戦、ありがとうございました。まあね、エリカ戦はこんなもんっすよ。相性が有利なんで。まあこんなもんっすよね。玉虫ジムなんて。黒い眼差しいらないかなぁ。三剣捕まえる予定もねえし、まだ。いらねえかな。対戦ありがとうございました。
参りましたわ。お強いんですねんね。このレインボーバッジ差し上げますわと。ありがとうございます。そして、レインボーバッジをゲットし、技マシンギガドレインをゲットするって感じになりますんだよ。と、これでウツボット強化。やっとウツボット強化できるわ。ってことで、とりあえず今回は玉虫ジム終わって、この玉虫シティを探索して、このパート終わりたいと思います。では探索入りまーす。EV だっけか。ある男の子が新品の自転車を買ってもらった。男の子は嬉しくて、早速自転車で遊びに行った。気がついたら、日が沈んでいた。あたりは真っ暗闇の中。嬉しくて気づかなかったのだ。突然自転車のスピードがガクンと遅くなった。ペダルが重くなった。漕ぐのをやめると自転車はずるずると後ろへ下がっていく。呪いの自転車が男の子を地獄へ連れて行くかのように。そこは、サイクリングロードの上り坂だった。お後がよろしいようで。つまんね。つまんね。なにそれ。呪い。いらないなぁ。AB が上がるんでしょ。AB が上がる。S が遅いから、ありがとうっすね、ありかなぁ。アリアドスに覚えさせるわ。こいつもともと S 遅いし、先生の爪持ってるから、ありかもしんないな。覚えさせよう、アリアドスに。アリアドス強化しようぜ。こいつ S が遅いのが取り柄だから、合ってるんじゃないの？怖い顔もういらないからね。呪いゲット。これで、AB 上がって、火力底上げで先生の爪でって感じですかね。じゃあどんどん探索していきましょう。お、食べ残しゲット、やったぜ。こんなとこあるんだ、食べ残し。とりあえず、どっちかだな。ゲンガーでいいかな。ニドキング先輩にはまた持たせたいもんがまだあるかもしんないし。ゲンガーに食べ残しかな。はい、ということで探索が終わりました。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回は赤地区に向かう感じですかね。赤地区ジムに挑み、その後ニビに行って、ま、いろいろジム戦をしていくっていう、もうジム戦巡りって感じですかね。パーティーも。ほぼ完成形に近づいてきてるんで。って感じになります。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。